サンゴリーダーよりデルタワンへ。ブラボー29ノーベンバー、目標まであと7フタ丸秒。そちらの状況を願います。少し遅れているぞ、早くしろ。こちらは間もなく到着する。今目標を確認。これといった動きはない。気負った気負った、罠とも知らずに間抜けなことよ。坂田君、今の君にはハンナ連中は何でもないはずだ。私の全てを君に注ぎ込んだのだからな。私の研究を今までバカにしてきた連中に目にもの見せてやれ。報道開始、急げ。デルタポイントつきました。ハハハハハ、マイサカメ、私の研究をおもちゃと嘲笑ったことを後悔させてやる。戸川のガキにもこれ以上大きな顔をされてたまるか。三河君、この日を私がどれだけ待ちわびたかわかるか。これで私がマイサカに代わってこの日本を、ね、坂田君、行け。まだ撃つな。対戦車用バイクギリギリまで引きつけて撃破する。奴をフォローしろ。バカめ、64式で歯が切ったん。84式でもダメだ。やった！君を殺したのは私だ。何をもってしても償うことはできないが。来たか。入られたな。坂田君、3機のヘリの中心にトップアタックを打ち込むのだ。了解。
神。やるものだな。しかし市原、貴様の息の根は私自身で止めてやる。車を研究所へつける。はい。今度はミサイルを試すか。確かにすごい銃。カートレス弾の時とは比べ物にならないし。ここまでか。エンダル、伏せてろ。博士の命が危ない。見ていてくれ、フレア。一度立てた志、どんなことがあっても貫いてみせる。君のために。君も変わったな。マシーンになった俺を心配してくれる。あの時の俺は全身血まみれだったんだぜ。気にするな、エンゼル。ああならなかったら今君をこうして助けることはできなかったんだ。市原博士が、どうだね、君たちの言うおもちゃに苔にされた感想は。そんなくだらんことより命乞いが先じゃないのか。私が死ねばこの研究所は自動的に自爆する。君たちもだ。オスロ、貴様な何をする。気安く呼ぶな。もう貴様の部下ではない。だと。博士、市原博士、怪我を。大丈夫だ。アスラ、あなたが。ああ。よくやったぞ、坂田君。上出来だ。アスラ！貴様、どこまで邪魔を。傷の手当てを。構わんでくれ。私の弱さがルシフェルを止められなかった。死んでしまったフレアや君たちの仲間の痛みに比べればこんな傷はどうってことはない。もう殺し合いはたくさんだ。接近物だと。ルシフェル、
晴らしい出来だ。あれだけの戦闘でたったこれだけのダメージしかない。20ミリバルカン対空ロケットだ。対戦車砲をもってしても衝撃吸収複合強化セラミック装甲の前には手も足も出せなかった。装甲板の損傷率もわずか 10% でしかない。まさかのやつめ、これで表舞台から引きずり下ろしてやるわ。やはり私は天才だ。佐賀田君、外骨格は間に合わんが可動部はメンテナンス終了だ。ルシフェル、もういい加減にやめてくれ。私一人でやる。援護します。足でまといだ。君は博士と H ファイルのデータを守れ。しかしその体では。道場など君には似合わない。誤解しないで、これは任務です。あなたはあの女の力を知らないから。そんなことを知っているさ。だから俺でしかハンターを足止めできる者がいない。あなたでも無理よ。やってみなければ分かるまい。仲間の死を無駄にはできん。ライデン。大丈夫だ。今の坂田君とサージェスの前に敵はない。私を信じたまえ。あのルシフェルだな。末端のお前たちがこの国を犯す全てのテロを未然に防ぐなだと思い上がるから。上層部がそれを許さず貴様がここへ来たというわけか。まさか。なんだと、サイキックパワーが360プラマイ 50G、 使用エネルギーが18億トンキロメートルというのか。信じられん。生命反応が消えてはおらん。生命反応が動き始めた。君の方へ向かってよ。3時の方向、距離702メートル、上方30度、気をつけろ。450G、 使用エネルギー23億3000万トンキロメートル、地球の450倍の G だと。そんなバカな。こうなったらやむをえん。
第一級戦闘自動プログラムを作動させるしか、あの化け物に勝つ手はない。道理でマシーンならこの私と少しは戦えるわけね。でもこれまでよ。特攻は反響リーグの盾として利用され、邪魔になると消される、その程度の力量なのよ。そんなバカな。坂田君、今も昔も勝てば官軍なのよ。力が全てよ、わかる？違う。正義が勝たねば弱い者はどうなる。これ以上勝手な真似はさせん。日本の科学技術を見くびるなよ、化け物。Shut up！ You good for nothing, old man！まずい。過酷な戦闘が生命維持装置を作動させてしまった。あのプログラムにはボディアーマーの急激な金属疲労時にその本体を保護するためセーフティーが備えてあったのだ。三河君、これがどういうことか分かるか。体内に鎮静剤が流れてしまった。つまり一時的にだが動けなくなってしまったのだ。そこへ付け入れられると坂田君とてひとたまりもない。結果としてトガー謎に負けるだと？そんなバカな。敵に 82% のダメージを与えておきながら、くそー、もうしまった。敵はどこだ。死にしてやろう。博士、他にあの化け物と戦える武器は？ああ、サージェス新潟と敵の網膜を焼く閃光弾があるが、しかし君には無理だ。強化人間以外がサージェスに長時間乗れば人体が損傷し関節や筋肉を破壊する。構いません。
ぜだ。特攻のため、それとも任務です。そうか、それなら私の命も守ってもらえそうだな。これを持ってきたまえ。それはこれをかけんと君まで目をやられる。気をつけたまえ。閃光弾の光は5秒間だ。そのゴーグルをしてない者はたとえ目を閉じていても網膜は焼け目が見えなくなる。今度は私も行こう。ルシフェルは今頃元の体に戻っているはずだ。生きたままにしておくと今以上に醜い姿になっていく。私にはそれが耐えられない。カモンジャッ。強化スーツを身につけたエンゼルは特殊閃光弾を手にアスラと共にルシフェルへ挑んでいく。2人の猛攻に傷を負ったルシフェルは逃走し、研究所のエネルギーを吸収復活しようとする。ルシフェルの企てに気づいたエンゼルとアスラはとどめを刺すため地下動力室へ向かう。一方、タキは決着をつけるべくマイサカの前に立つ。研究所地下動力室新都庁を舞台に特攻のすべてをかけた最後の戦いが始まる。次回エンゼル国最終話、変身、ご期待ください。誰もの背中くたびれた気配、同じような行動をきた人の群れ、鳥も飛ばない、切り抜かれた空、西日のビルの you